はい、我が組民謡ファンの皆様、いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ゆうさんです。今日はですね、私の得意な、料理をですね、皆様にたまには見ていただこうと今作っております。今ですね、このようにですね、豚肉を、醤油、みりん、お酒、それで、漬けたものをですね、このようにね、ビニール袋に片栗粉を入れましてですね、そして、これを片栗をこうちょっとふるってですね、こう今揚げているとこなんですね。このね、酢豚を作るとね、母がね、喜んで食べてくれるんですよ。この間、東広島のね、篠笛奏者川口先生にもね、食べていただいた、自慢の酢豚でございます。はい、残りの豚肉も、片栗にですね、順次入れていきましょう。はい、OK です。料理を作るとですね、買い物のする段階からですね、何をどれだけ買って、どういうふうに調理するかっていうのを計算しながら、生活を行いますんでね、とっても、脳の働きを、良くしてくれるというか、全部これらがですね、民謡に、全部つながってると思ってます。だから料理も手抜きはなしです。手抜きはしません。すべて一生懸命作ってですね、私の愛を食べていただこうと、このように頑張ってますよ。そしてこちらがですね、あらかじめ200ミリのお湯にコンソメスープ1つを溶かして、そして大さじ2杯の醤油、大さじ4杯の、砂糖と大さじ4杯のお酢、そしてトマトケチャップを大さじ1入れてよくかき混ぜた、これ、だしの種になるものですね、これ用意してます。はい、ただいま今ご飯のスイッチが切れて、あと10分蒸らしタイムですね。この油、お肉を揚げるのもね、時々こう肉をですね、空中に揚げて、その空気をですね、少し通すことによって、香ばしく揚がると前テレビで習いました、はい。このパチ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 っていう音がいいですね。はい、いい感じで揚がってます。
この油で揚げる作業はですね、結構時間がかかっちゃいますね。なかなかね、最近はこのようにですね、油を使った料理をする家庭も少なくなってきてるんではないですかね。なんといってもお部屋が油だらけになっちゃいますからね。さあ、それではですね、こちら片側火をつけていきましょう。はい、新しいサラダ油をちょっとと、私はごま油もね、風味付けにちょっと入れて、こちらへですね、ニンニクを、包丁で圧縮して、こうわざと割れ目を入れてるんですね。中に油が、火が通りやすくするため、ニンニクを火を通してニンニク油をね、ちょっとここで作っていくんですね。でこちらはですね、椎茸はまだこれ生のままです。で椎茸は生のまま、このピーマン、人参、玉ねぎ、これらはですね、軽く湯通ししております。人参から入れて、その次に玉ねぎ、最後にピーマンを1分ほど湯通しして、熱が通りやすい状態にしてるんですね。でこの椎茸をですね、先にちょっと火が通りやすくなるために、このフライパンへ置いときましょう。これは、ニンニクが火が通り始めてで、こちらはいいです。そして こちらがですね、母上が糸でね、こう卵をきれいにカットしてくれました。波模様できれいに、カットしてくれてます。卵はいつも母がね、切ってくれてます。少しですね、尺八を肉に私の心をブレンドしております。おいしくなれっていう、やつなんですね。ニンニクも裏返して、あ、いい感じで焦げ目ついてますね。さあこれで野菜を入れて、ちょっと炒めましょう。はい、野菜投入。
料理をすると民謡もうまくなると考えてます。料理は想像力が大切ですからね、想像力は民謡にも必要ですから、料理を鍛えるということはですね、頭を鍛えることになり、それらが、民謡を、作っていくことにも精通しているとこのように考えてます。ちょっとこう余熱でね、ちょっと余熱で置いとこうと。そうな、やりここは温度のせいと清盛かのよ、岩にうずしをどんとやれのえぶちあたるよ。さあ、最後の豚肉ですね。はい、すべての豚肉が投入されました。OK ですね。はい、そしたらですね、この お出汁というか、タレをですね、投入します。はい、こんな感じで美味しそうな、カラーになってます。そして、こちらはですね、お肉に空気をくぐらせてタイミングを美味しくなれて見てますよ。まあ大体この酢豚はですね、私の大切なお客様が、家へ遊びに来てくださるときにはですね、なるべくこの酢豚を、食べていただくようにね、してるんですね。何かやっぱり得意な料理をね、一つ身につけとけば非常にこういうときに役に立つと思います。さあ、それではこちら、火を、止めてましたけど、そろそろ入れましょう。2分ほどこのタレをですね、野菜に少し、炊き込んで、吸わせていきたいと考えています。次は、水溶き片栗粉をね、ちょっと作っておきましょう。タレをですね、あんにするためにね、片栗粉に水をちょっと入れて、こんなもんですかね。はい、片栗粉を作りました。はい、
はい、肉の揚げ具合はこんなもんで OK だと思います。はい、肉揚がりました。はい、 OK です。はい、お肉さんお疲れ様でした。はい、美味しくなってよ。はい、ということで、さあ今度はこちらのですね、本体に、移していきましょう。酢豚に入ったと思います。タレがね、この野菜に、染み込んできたところで、はい、次にお肉をね投入していきたいと思います。はい、すいません、画像をね動かしてしまいました。ちょっとこうアップにしますよ。近づけました。はい、こんな感じですね。さあ、それでは一旦火を切りましょう。火を切ってですね、水溶き片栗粉、これを入れていきます。はい、投入。そして、よくかき混ぜます。まんべんなくね、片栗粉がまんべんなくとろみをつけるようにですね。もうちょっととろみが欲しいですかね。水溶き片栗粉をちょっと追加したいと思います。で、これでいい硬さになった。ああ、いい感じになりました。はい、とろみがついてね、いい感じになりました。さあ、そしたらですね、先ほど揚げました、豚肉を一気に混ぜます。はい、こちらへ混ぜます。よいしょ。はい、豚肉混ぜました。この豚肉をですね、衣が
割れないようにちょっとこう優しくですね、ちょっとこういうの混ぜて、これはですね、このタレが絡むとね、美味しいんですよね。我が子の快眠用に遊びに来てくださる方がですね、この未来で来てくださる方が何名かいらっしゃると思いますので、私も料理の腕をね、ちょっとこう磨いとかんとですね、やっぱり自分の手料理でもてなしたいですからね、頑張ってますよ。いやー、いつかね、淵上アナにもぜひ私の酢豚をね、いつかもてなしてみたいなと思うんですけど、淵上さん食べてくれれば嬉しいんですけど、青山さんとかね、青山さんのギターの歌は良かったですね。あれ感動しました。青山さんのね、なんていうの、こう歌う前のね、あの気合とか、人々のために一肌脱いでやろうっていう男気がね、すっごい僕の心に清らかに入り込んできてね、皆さん RCC、アナウンサー、青山アナウンサー、ギターと検索してですね、 YouTube で見てみてください。まあ素晴らしい歌を歌われますよ。はい、こんな感じです。はい、そしてですね、この卵をですね、少し、このように少しこう混ぜて、少しね、こうやっぱりタレがついた方が美味しそうに見えますからね、こういう風に、卵を、入れましょうね。はい、こんな感じで、さらにはですね、私の酢豚はね、このドールのスイーティオパイナップルチャンク、これね、安くていいんですよ。100円ちょっとぐらいでね、買えますから。でもたっぷり入ってますから、これ結構ね、ご家庭で重宝されてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、こちらをですね、このようにパイナップルをね、こう散らしていけばですね、これがお肉のこのジューシーさと、お肉ばっかり食べるとですね、ちょっとむつっこくなるから、このフルーツの甘みが入ることによってですね、ちょうどバランスがね、取れるんですね。パイナップル入れるのが嫌いな方もいらっしゃるみたいなんですけど、我が家はですね、このパイナップルをたっぷり入れてですね、酢豚を、作るんですね。はい、こんな感じかな。はい、これでね、ゆうさん、特製の酢豚がね、完成しましたね。そしてこれ今からね、お皿に盛りたいと思います。さあ、お皿にね、これをね、持っていきたいと思いますね。これ美味しそうに動画に映っとればいいんですけど、俺は民謡が見たかったのに、こんな料理番組見せさせられて後悔したわとかでね、視聴者さんが言わんようにですね、私のこの、こいつ料理も作れるのかみたいな感じで見ていただければ、本当にありがたいと思うんですけども、このピーマンのね、緑と人参の赤と、このやっぱりこの果物の黄色とね、卵の黄色と、この色彩がいいんですよね、この酢豚って。こう食欲をそそるというか。はい、ゆうさん酢豚、音頭の船歌の尺八の音と心が入った、真心酢豚、皆さんできましたよ。こういったね、感じで皆様にお出ししますので、いつか我が子の会民謡本部に、どうぞ遊びにお越しくださいませ。それでは今日は我が子の会民謡、ゆうさんの
愛情料理酢豚を皆様にご紹介いたしました。それでは、チャンネル登録、もしよろしかったら高評価を入れていただけると、励みになります。これからも、世界のため、平和のため、民謡を通じて皆様と一緒に歩んでいきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またねー。それでは失礼します。